相手の動きよりももっと早く僕が理解し判断し反応することができるようになればやがて世界がスローに止まって見える。それがクリティカルウィンドの一つ、光風。そして僕の時間は動き始める。でかい、わかんねえってマジで。ちょ、これやばい。光風使うか。あのコメント欄で痛いとかキモいとか言わしめた。もっと早く相手の動きよりももっと早く僕が理解し判断し、ねえ、もうこっち炎症中なの。まだ光風発動できてないの。やめろや、途中で見える。それがクリティカルウィンドの一つ、光風。ねえ、もうミスった。最悪なんだけど。もういい勝負してたよあそこまで。ねえこいつやれって、これシャレよね、シャレよね。よし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 、やっぱこいつの即死は大したことね。ねえやばいって。やだ、やめて、危ねえ。やばい、これ本当にもうこれやらないと負けが確定する。だからサノスヤなんだよ、こうなるから。俺今気づいたけど、これまだ1ストックも落としてないんじゃないのこいつ。ちょ、やばい、ちょ、まず1ストックは落とす絶対。うーわな、こいつ全部読んでくる。危ねえ。殺すぞ、これ一度取ったら俺も勝ちね。なんで知らないの。まだかよ、このおかげで殺すぞ。いや、これあれ、こいつ煉獄悟ってんだよ、これ分かってんだよおめえ。あれ煉獄行ったら逆に返り討ちに合うから絶対落とすぞこれ。もっと早く相手の動きよりももっと早く僕が理解し判断し反応することができるようになればやがて世界は止まって見える。やめて。それがクリティカルウィンドの一つ、光風。あるよ、見えてきてるよ。ここで決める、その子一番得意なんだ。そして僕の時間は動き始めて見える。それがクリティカルウィンドの一つ、光風。そして僕の時間は動き始める。見せてやるよ、もっと早く相手の行動よりももっと早く僕が理解し反応し判断できるようになればやがて世界がスローに見え、そして止まって見える。それがクリティカルウィンドの一つ、光風。今のエクスタシーにはあのガノンの相手の動きさえ止まって見えているだろう。あ、今のはわざと見えてたけど受け身取りませんでした。見える、見える。これがクリティカルウィンドの一つ、光風。そして僕の時間は動き始める。